五号艇、川村亮選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします、えー。ここまで走られて、改めて船足の仕上がりはいかがでしょうか。えっと、プロペラがあった状態なら、あの、全部の足が、あの、水準以上だと思います、はいえー。乗り心地はいかがでしょうか。それが一番、あの、尼崎は課題なので、あのー。日替わりですね。はい。はい、は今日はその乗り心地を求めての作業になりますか。はい、もう、摂関、それに。 あのずそこだけをずっと求めてやってきて、そこが来れば足も来ると思うんで、エンジンがいいのではい、はいえー。ここまでスタートの見え方、決まり具合はいかがでしょうか？まあまずまず決まっていると思います、はい。ダッシュもまずまずダッシュの方が大丈夫ですね。はい、はい、いいポイントを見つけました。はい。はい、<laughs> 優勝戦5号艇です。枠なりであれば5コースからとなります。そうですね。5コースから行きたいですね。今日ははい。 それでは最後にファンの皆さんに向けて一言お願いします。はい、えー、グランプリの時のミネルウタみたいなレースをしたいと思ってます。おいでください。